さあ、シュシュと共鳴させなきゃ。
神殿に種子を戻してくれたのに水が戻らん。マナの力が相当少なくなっているからか。だが干上がってしまった井戸でも雨降らしの尻尾というものがあれば水を呼び戻せると聞く。でもそんなものどこにあるというのだろうか。やはりこの国はもう火の種子を神殿に戻してきてくれたとな。ありがとう、ありがとう。しかし、変だな。一向にオアシスに水が戻る気配がないぞ。だが干上がってしまった井戸でも雨降らしのし…でも…いらっしゃいませ。他にご用は？またお越しください。一泊。開放で飛ぶのは気持ちいいね。急にどうしたんだ？ちょっと思い出してさ、あのピューンってのが癖になっちゃってさ。確かにあれは楽しいよな。予定があれば使うけど。明日は使わなくてもいいんじゃない？お金もかかるしね。節約しないと。それもそうか。ちケチなんだからよ。って、もしかして姉ちゃんは大砲が怖いのか？そんなことないわよ。あんなの全然怖くないわ。ところよ、どこへだってぶっ飛んでみせるわ。へへへ、楽しみだな。どうしたあんちゃん。でも節約。私だって覚悟決めたんだから、いつまでもうじうじしないでよね。あ、やっぱ怖いんじゃん。だから違うわよ。ほら、もう寝るわよ。ジェマ、また大砲屋代出してくれないかな。
ふはは、いらっしゃいっち。どこ行く？どこでも50里。帝国の中ではおとなしくして目立たぬようにするっち。さあ、大砲に入っとくれ。ここは帝国のサウスタウン。町外れに住むマリクとは変わり者さ。あまり関わり合いにならない方がいいぞ。マリクとばあちゃんはいつも小箱を持ち歩いているな。大事な宝物でも入ってんのかな。一泊100ルクです。大きな声では言えないが、最近の皇帝陛下のお考えはわしらにはさっぱり理解でき、世界を統一するとか言って重い税金をかけ軍隊の増強を繰り返しておる。噂ではモンスターの軍隊まで。お城の中も魔物でいっぱいだそうじゃ。大きな町でもないの。お前たちのことは知っているよ。ジェマの知り合いだろ。あたしゃ実はタスマニカのスパイなんじゃよ。元は旦那がそうだ。帝国の秘密を手に入れて逃げる途中で、旦那の敵討ちじゃ。旦那の後を継いでこうして帝国の町に潜んでいるわ。町の東の小屋から下水へ入れ、北の城下町へ抜けるレジスタンスたちの秘密の地を見張りの男に秘密の番号を言えば通してくれる。秘密の番号は634じゃ。一泊100ルクス。